回のタイトルは SEC 対リップル訴訟20億ドルの賠償請求の主な詳細です。ぜひ最後までお付き合いください。米国証券取引委員会は差し止めによる救済、利益の剥奪、民事罰を含む様々な形の救済を要求しています。彼らはリップル社や他の企業による将来の同様の違反を阻止するためにそのような措置が必要であると主張しています。さらにこれにより投資家や市場に生じた損害も保証されることになるといいます。リップル及びその他の者が証券法に違反することを抑止し、リップルから不当に得た利益を奪い市場にもたらされた損害を認識するために SEC は上記及び本文書に記載された救済を規定する最終判決を下すよう本裁判所に要請します。 SEC は差し止めや罰則の適用を指示するいくつかの要因を概説しました。これらにはリップルの違反履歴、彼らの行為の無謀さ、そして彼らの違反が単独の事件ではないという事実が含まれています。懸念されていた規制当局によればこれらの要因を総合すると規制措置の必要性が正当化されるといいます。 SEC はXRP の違法販売から得たリップルの利益の搾取を主張しており、リップルがその不正行為から利益を得るべきではないと主張しています。リップル社は裁判所が第5条に違反すると判断した契約を通じた XRP の違法販売によりほぼ10億ドルを受け取りましたと SEC は指摘しました。リップル社の反応。リップル社の主任弁護士であるスチュアート・アルデロチ氏はリップルと暗号通貨業界を処罰し脅迫する意図があると述べ SEC を非難しました。リップル社の最高経営責任者であるブラッド・ガーリングハウス氏も規制の行き過ぎを非難しており、ゲイリー・ゲンスラー氏の指導下での SEC による不正行為の疑いを指摘しました。リップル社が4月に回答を提出する予定であることは注目に値します。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。